はい、どうもこんにちは。ということで今回はこちらの青白ブリンクを紹介したいと思います。こちらのリストですが、マジックフェストデイリー予選においてハマさんが6勝0敗を達成したリストですね。まあ青白ブリンクはすでにいろいろな形が考案されているのですが、このリストの特徴はアレリオスや夢さらいの採用、そして精鋭護衛魔同士の不採用かなと思います。アレリオスは3マナで3-2と2-3を出すことができ、対アグロのブロッカーとしても優秀ですし、タッサでブリンクすることによって毎ターン3-2を出せるということで、アタッカーとしても割と優秀な1枚となっていますね。夢さらいは言うまでもなく青白において最強のフィニッシャーで、基本的に工作員タッサコンボを決めないとなかなかフィニッシュができなかった従来のリストと比べて、フィニッシュ手段が増えたことによってより勝ちやすくなったかなという印象ですね。精鋭護衛魔導士はプロの方もいろいろと考察をしていたのですが、ゲインとドローがついていますが、単純に4マナ2-3というスペックが弱く、4ターン目にタッサを置きたいこのデッキにとって5ターン目に2-3もしくは4ターン目に2-3からの5ターン目にタッサという動きがあまり強くなく、思い切って魔導士は不採用という形にしたようです。はい、ということで今回もランクマッチで収録しているので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあということでやっていきます。こちら先手、微妙なハンドではありますが、まあ一応借り手で2、3ターン目のプランはあるので、キープはできるかなと。まあ何かしらもう1枚、スペルを引いていきたいですね。さあ相手もキープ。とりあえず平地を持っていきたいかなと。お、赤ターンですね。赤タンに強い、アレリオスが引けたのは、だいぶありがたいかなと。さあ、ここは土地から、義賊を出してくる。まあ、一旦バウンスしますか。さあ、2点取って残り18まで。まあ、アレリオスで、ブロッカーが2体出てくるので、だいぶでかいですね。反射トークンがあると、アンタップはしないのですが、まあ現状時の一掃もあるということで、悪くはない、ハンドですね。さあ、ここは義賊をプレイ。からの勇者。まあ、一旦、焦がし吐きをブロックしますか。まあ、アリリオスを、タッサでブリンク。で行きたいですね。さあタッサからアリリオスをブリンクして、さらに3-2が出てくると。まあクリーチャーが、出てきた場合は一旦時の一掃で流していく展開になりそうですね。さあここはアナックス。結構微妙ですね。現状全体除去使わなくてもいい盤面ではあるかなと。いやー難しいな。まあブロッカーを出していきますか。さあさらに3人を出していく。一旦アナックスをタップしますかね。これでエンバレスを出すことはできないと。さあここは蒸気族。テフェリーはいいですね。一旦アナックスをバウンスしていきますか。一体アタック、まあ、どんどんとトークンは出てくるので、ここは殴っていけるかなと。リムロック持ってそうですね。ここはそのままスルーして残り17まで。さらに3-2を出していく。まあ、
借り手を出すことで、タッサがクリーチャーになることができますね。さあ、ここはもう一回アナックス。借り手を出していきますか。ここも土地。まあ、最悪相手のターンに、時の一掃を打っていく形でいいですね。3体アタックで9点クロック。まあここは一旦スルーしてきそうですかね。まあ、なんだかんだこのアリリオスタッサーコンボも結構強いですね。毎ターンタダで3人が出てくるのはだいぶでかいかなと。さあ、さらにアリリオスをブリンクして3人が出てくると。ここでトーブラン、これは返しで勝ってそうですね。相手はこのターン殴れないので、そのままターンを返してくる。土地土地。お、いいですね。さて、トーブランを処理することによってタップさせていきますか。さあ、これで、フルパンしていく。相手は3体しかブロックできないので、12点は確定で通っていきますね。これは完全にアリリオスのおかげで勝っていくことができたかなと。さあ、がっつり本体に入って一気に勝利と。 OK。 さあ、ということでやっていきます。こちら先手、まあ割と綺麗に展開していけるハンドかなと。とりあえずタップインを置いてターンを渡していく。相手はアドベンチャーデッキですね。スクライしていきますか。テフェリー王子。別のカードが欲しいですね。さあ、2枚とも墓頭に送って、まあ、一応ブロッカーとしても立てていくことができますね。相手は次のターンにおそらく、恋煩いの野獣を出してくるので、一旦亭主をバウンスしますかね。さあ、これでドローを進めていってアリリオス、いいですね。まあブロッカーとしてかなり強いクリーチャーなので。さあ、ここはヤジを出してくる。まあ次土地を引いていきたいですが、一旦ヤジを追放していきますか。相手はおそらく交流代理人を落とせないので、王者を殴っていってもいいかなと。まあ、探索する獣が入っている方であれば、テフリーが落とされるのは仕方ないですね。さあ、ここは亭主から。骸骨の巨人を素出し。さあ、土地を引いていきたいですね。お、さあ、土地を引いてくる。
騎兵から行きますかね。もし詳しいに打ち勝つか。打ち勝ってもいいか。先に死に打ち勝つを墓地に落としたいということもあるので、先に英雄タウン出してから、まあ騎兵は後出しがいいかなと。さあ、ただここでまあ探索する獣によって、手振りは落とされていきますね。さあ、土地は伸びていく。暁の騎兵で探索する獣を割ってターンを渡していくと、まあ、工作員までそのままつながれば有利は取っていけるかなと。基本的にグルールの場合は、暁の騎兵を倒す手段が、まあ、合わせ技でしかないと思うので、ブロッカーとしてはかなり優秀ですね。ほう、構築で初めて使われたなこれ。77一旦受けるかな、どうするかな。手振りでバウンスしていきますか。お、土地も引いてくる。これは結構迷いますね。手振りプラスから、相手の77を奪っていきますかね。さあ、とりあえず警戒はアタック。22もいけるか。まあ、次のターンティフリー、バウンスで工作員を使い回すことで、まあ、かなり有利は取れるかなと。ここで投了。 OK。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、実際に使ってみた感想ですが、まあ、思ってたよりこの構成は強いかなという印象ですね。今回は夢サラリーで勝った試合は挙げていないのですが、やはり夢サラリーで勝つパターンが増えたことと、あとは自分が試していなかったのですが、意外とアリリオスが強かったのは新たな発見でしたね。まあ、もちろんタッサコンボが決まると強いのですが、タッサコンボに頼らずに勝てる構成になっているのはこのリストの強みかなと思います。まあ、デイリー予選でしっかりと結果を残しているリストなので、よかったら皆さんも作って遊んでみてください。はい、ということで今回は以上になります。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまたね。